俺たちの大好きな SD ガンダムシリーズ第96弾から第100弾解説編です。さあ、ついに100弾まで作りました。タイムアタックの結果報告です。今回は珍しく僕と抹茶嬢さん2人でやります。100弾まで行ったのに2人しかいないのはちょっと寂しいですが、まあそれはそれということで、ね、それでは早速あの2人で解説していこうと思うのでよろしくお願いします。はい、では第96弾、はい、白竜ガンダム、はい、白竜ガンダム38分32秒、メタロウさん、はい、で97弾、はい、青龍ガンダム、はい、31分16秒、梅太郎さん、はい、98弾バーサルナイトガンダム、はい、41分4秒で自分が作りました。第99弾キングガンダム2世、はい、37分29秒これも自分が作りました。そして第100弾千成大将軍、はい、44分54秒、眩しい、自分が作りました。これは再販キットです。はい、いやいいキットでした。はい、ということで、100段まで作りました。角がちょっと折れまし、角が取れましたが、キングすみません。どうです、この100段まで行って、今回梅太郎と高見しか作っていませんがまあ抹茶千代さんが分かるキットなので、ね、まあいいかなと。あの金華堂製のシールがちょっと剥がれかけてきてる、剥がれてますが、できてますが、どうですか、年代物ですから。近づいてますけど、近づけましたけど、カメラを。いや、マジ懐かしいキットだなというのが率直なところなんですが、まあやっぱり100番とずっと言ってきましたがね、ついに記念すべき千成大将軍が全身メッキってあんたみたいな。そうですね、なんとか作ることができて、まあ一応キット解説でいくと、まあ基本的に多分バーサルキングガンダム2世以外が全部再販になるのかな、きっとですね。キングガンダム2世はあの赤箱だったんで当時品です。はい、でうちはデッドストックです。で僕的には再販になるとなんかバネがでかくなったりとか、なんか一部おかしいけど、あのハマりがプラスチックが良くなってるのか、ハマりが良くなってるんじゃないかなと僕は今回の千成作った時に思ったんですけど、皆さんどうなんですかね。これは僕の思い込みなのかなと。ただバーサルナイト作ってるのに僕がってことったのが、あのガンダムの体の中に入れるあの黄色い穴、あのなんていうのボディとかのゴムのあれをつなぐところなんていうの、あれなんていうのポリキャップ、ああそれそれそれが普通やったらばらけてるのがランナーにくっついてたんで、僕それ探すのに数分かかるという、気づかなくて、はいはい、まあ、あれはちょっとタイムアタックの時にやらかしたなっていうのが個人的にありましたけど、どうです、思い出としては。僕の制作鑑定の思い出としてはまあそれぐらいかなと。ただいや、やっぱキングガンダム2世ってなんかもうちょっとシールあった気がしたのが、思ったよりなんかシールドとかにもシール貼ってたような気がしたけど、それがなんか、いや、これはね、確かに塗装地獄なだけでシールないんですよ。あっていう感じだったかなと。どうです、マッチョジオさん。あの個人的には全部組んだことはあるキットなので、じゃあデッドストック持ってんじゃねえよって話なんですけど、あのやっぱり懐かしいなっていう、今回このキット作ってないんで、僕はこの5つは、あの今回は個人的には作ってますよ、個人的には作ってますで、やっぱね、白竜、青竜で、前にあの赤竜を、あのレッドブレーのやつね、ありました、ね、あれは私が作りました。もう、そうそうそう、あの展示会で配っちゃったんでないんですけど、まあ、これで、あの一応こう地上最強編第一章ですか、の国も揃って、で、バーサルナイト、キングガンダムって各章の主人公最終形態出てきて、千成大将軍と、あのイレギュラー大将軍ですけども、まあ改めて見ると千成すげえなと、さすが BB 戦士100番台は違うなと。そう、なんかもっと武器とか余るんかなと思ったけど、全然余ることもなく、結構全能すべき、そうそう、それにはびっくりしたんで、で当時こんなにちゃんと作れたんかなって思うぐらい、やっぱそのなんていうの、このトゲトゲの剣とかが結構子供には分かりづらかったかなっていうのがなんか思い出にあって、なんかどうなんですかね、千代さん。まあこの後の再販がかかってるんですけど、リベコンが2回かかってるんですけど、
あの金ピカなのこれで最後なんですよ。なのであの本当にこの時の気合いの入れ方が違うなっていうのと、やっぱりその今あった部品が余らないっていうのが本当にすげえなっていうあのキットなんで、皆さん見かけたらぜひ一回はね、人生一回はこの金ピカ飾って作って、この神棚で飾っていただきたい。それからおすすめのキットです。ミサイル飛びます。そうですね、まああとやっぱあのなぜかこの時代のなんかナイト系はアーマーが豊富という、キングはすごいね、キングはすごい、クラウン、G アーマー、キングの3つがついてる。一応あとあれは系統の謎の、あの魔法の鎧もついてる、うん、あのクラウンナイトにあの武装パーツされ追加されてるわけなので、すごいプレイバリューのあるキットやったと思います、うん、クラウンガンダム。ナイトガンダムなんて何回作ったか分からんぐらい作ったよ俺。バーサルはね、デラックスバーサルとかいろいろバリエーションもありましたから。そう、あとはあのね、昔ゲームになったやつ、騎兵伝説のね、あれの時は色違いのバーサル出て、そうあれもわざわざ大人か高校か忘れたけど、わざわざそれだけは買ったよ、 BB 戦士から離れても。そうしたら中身が一緒で衝撃だったと。色違いのだけでね。そうなのに、なのに箱がちっちゃくなってちゃんと500円に収まっているって。あれない、あれ最初の人気がなくなってないから、うん、確かあれも本当にバーサルナイトしかないやつ。いや、あれナイトガンダムだけやってんかった。ナイトガンダム別個じゃなかったか。あ、いや入ったで、あれ最初の人気がなくなってたんかな、確かね。いや、なかなかのえげついやり方するなと思いながら、子供ながらに思いましたけど。まああとはこのね、先ほど言ってたシリーズとしてアグミシリーズ、そう、まあ、メトロ君が頑張って作って、最初に比べたら2個目がタイムが上がってたんで、あ、これはやっぱタイムアタックってやっぱ作れば作るだけやっぱスピードが上がるんだろうなっていうのが伝わったのは良かったかなと個人的には思っているところではありますけどね。早くなりましたね。だからそういう意味ではタイムアタックっていうのは面白い企画なんかなって、100番まであって、もうだからね、クオリティより ねスピードを求めるんでね。いかにシールのないキット、いかに簡単なキットっていうのを見つけないとね、なかなかベストタイムは出ない。もうそう、タイムアタックの観点で言うと今回特に後半3体は向いてない。いや、マジでタイムアタックじゃない、ただのなんか思い出キット作ってる 3体キットっていうね。まあ、ただ僕がこれだから僕が作ったっていうのもあるんですけど、やっぱ、100番超えたんで、ね、また新しいベストタイム出るキットとかを皆さんに作ってもらいたいし、はい、もう100番超えたんで、もうかぶってもいいかなと個人的に思ってます。もうリトライね。さすがにないないキットがない。ないプラス同じ人が同じキットを作るのをやめれば、まあ別の人が今まで動画で100本出したんで、その中の同じキットを作るのはありかなと、うん、僕は個人的に今そうしようと思ってるんで、まあ皆さん最近はキット見つけたら買ってきてくれたりもするんで、それでチャレンジしてもらえればいいかなと思っています。はい、100万までやりましたけど、まちょりょうさん何か思い出あります、この100万までやって。いや、本当にたくさん作ったなというのと、毎回この解説編も出させてもらってるんで、あ、100体も見てきたのかと、 BB 選手をというのが感慨深いなと思いますが、まあ本当に今高野さんもありましたが、今後もね、まだ玉はあるはずなので、そちらにどんなのが来るか、1BB 戦士好きとして、 SD ガンダム好きとして楽しみだと思ってます。はい、ということで今後は、BB 戦士以外にも、まあ、チービー戦士とか他にもそういう SD なら何でも、だから次は200番に向けて元祖 SD ガンダムを1体ぐらい見つけて、ね、タイムアタックできたらしたいなという夢と目標を持って、はい、200までいけるか分かりませんけど、まあ頑張っていこうと思ってるので、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。はい、ということなんで、101番今後も続けますので、皆さんよろしくお願いします。